構成素は、統合論的な解析において、文の階層構造の単位として機能する語、または語のまとまり。主に区構造文法で扱われる概念だが、依存文法でも扱われ、構成差に拡張されている。特定の語の連なりが、構成素であるかどうかを判断するためのテストが、数種類ある。これらのテストでは、文の一部を移動したり、別の語句で代用するなどし、 その結果を直接構成素分析の手がかりとする。構成素とは、文や句などの一部で、それ自体が言語学的な単位として機能するものを指す。X バー理論などの高分記においては、個々のカイツリー、あるいは個々の接点でくくられているまとまりが、構成素である。ブラケットを用いた、高分解析においては、一単位のブラケットに挟まれた部分が、構成素である。 すなわち、区は構成素であり、その仮想の区や5も構成素である。例えば、次の文では、1という構成素の内部に2という構成素があり、2は3と5という2つの構成素で成り立っている。また、3の中には4という構成素、5の中には6という構成素がそれぞれ存在する。講義では、統合論的な単位のみでなく、意味論的な単位、 形態論的な単位、音韻論的な単位も構成素に含まれる。本校では、統合論における構成素について述べる。文の構成素構造を判断するために、様々な構成素テストが用いられる。例えば、英文の構成素テストには、次のようなものがある。など。なお、これらのテストは厳密なものではなく、複数のテストの間で矛盾した結果が出ることもある。 一つのテストに合格、不合格だったからといって、即、高精素として認められる、認められないというわけではないため、なるべく多くのテストを用いて総合的な判断をすることが望まれる。テストを信頼性に応じてランク付けしている、言語学者もいる。以下は非文を示す。話題化テストは、テストしたい語の連なりをそのまま文の先頭に移動するという単純な作業である。 移動が可能なのは、高精素のみである。例えば、次の文では、2インプルーブヒズ・イングリッシュをそのまま抜き出して、冒頭に移動しても非文にならないため、2インプルーブヒズ・イングリッシュは高精素だと言える。次の文では、インザパークを移動できるので、それが、高精素だとわかる。次の例では、ヒズ・ペット・チワワとーヒズ・マザーのどちらか一方を抜き出す。 ことは可能だが、ヒズペットチワワツーヒズマザーをまとめて抜き出すことはできない。このことから、ヒズペットチワワとツーヒズマザーはそれぞれ高成素だが、ヒズペットチワワツーヒズマザーは一つのまとまった高成素ではないと言える。言い換えれば、複数の高成素を同時に抜き出すことはできないということである。分裂分テストでは、テストしたい語の連なりを、イットイズ、バズ、 Xz に変換する。なお、x の位置に入れるのは構成巣のみで、しかも原則として、名色と全知識に限定される。シーボート・エーペア・オブ・グラブズ・ウィズ・シルク・エンブロイダリー、ザ・スチューデント・メット・エーガール・フロム、ニューヨーク・イン・ザ・パーク、エーペア・オブ・グラブズ・ウィズ・シルク・エンブロイダリーは、まとめて取り出すことが可能なので、構成素だと言える。しかし。 A ペアのみを抜き出すことはできないため、それは高清掃ではない。The Student Med, A Girl From New York in the Park を x バー式型で示すと次のようになる。IP NPI Spec NIVP d NPSTV The Student VPP Meet NPP Spec NPNP デッド nppinspec n. 映画 RP デッド n.pnpthepark.fromn.n. ニューヨーク。つまり、me と映画 RfromNew YorkinThepark という同祝の内部に映画 RfromNew York という名祝及び inThepark という全知祝が含まれている。さらに映画 RfromNew York の内部に フロムニューヨークという PP が存在する。VP、NPPP というまとまりになっているものは別々に抜き出せるので高精素だと言える。しかし、その一部のみを抜き出そうとすると非分になる。例えば、a r あるをフロムニューヨークから分離させて抜き出すことはできないため、a r のみでは高精素だとは言えない。インザパークという全知識は VP の一部ではあるが、 映ガール・フロムニューヨークという NP からは独立しているため高清素として抜き出すことが可能である。映ガール・フロムニューヨークインザパークは複数の海ツリーにまたがっているため高清素ではなく抜き出せない。しかし上位ツリーのミートを使用部とする VP は高清素である。フロムニューヨークについては次のような言い換えが可能なためやはり高清素だと言える。 疑似分裂分テストは分裂分テストに似ており、is、あれ、ホワット、フー、あるいは、ホワット、フー、いず、わずを文中に挿入するものである。疑似分裂分では、同粛を抜き出すことも可能である。シーボート、エーペアオブグラブズウィズシルクエンブロイダリー、ザ・スチューデントメット、エーガールフロム、ニューヨーク・イン・ザ・パーク、代用では、テストしたい箇所を代名詞などに置き換える。 I don't know the man who is sleeping in the car, the student met, a girl from, new york in the park. 例1では the man who is sleeping in the car は高清掃だが the man は高清掃ではないということになる。例2では the student met, a girl from, new york in the park, に含まれる3つの高清掃を、それぞれ別々の1語で代用することが可能で、単に h.e. met, ha, zha, ということもできるが、映ガールのみを、ハーで代用することはできないので、映ガールは高清素ではない。仮に、元の文が、ザ・スチューデント・メット、映ガール・イン・ザ・パーク、または、ザ・スチューデント・メット、映ガールであったなら、映ガールを、ハーで代用できるので、高清素だと言える。このように、同じ語の連なりであっても、高清素だとみなせる場合とそうでない場合がある。 返答文での省略が可能かどうかも、構成素としての目安になる。これは、同式の構成素構造を判断するためによく使われる方法だが、多種の句にも適用できる。次の例では、ワークドオンマイニュープロジェクトは構成素だが、ワークドオンは構成素ではないということが示されている。このテストのみで構成素を識別できるかどうかは、言語学者の間でも意見が分かれているが、少なくとも、 他のテストの結果と称号するのに役立つ。能動体の分を受け動体に変換したり、その逆を行うテストがある。すなわち、主語や目的語と目される語の連なりを入れ替えてみる、テストである。次の例では、エーカードライビングアットブレイクネックスピードとザリトル、ドックがそれぞれ高精素だということが示されている。場所や時間を表す句は、文法性を損なわずに、削除できることが多い。 ただし、それらの区が補い部である場合は削除すると非分になるため必ずしも信頼できる方法ではない。遠い接続テストは、高精素のみが&、バットなどで遠い接続できるはずだという前提で行われる。まず、遠い接続できるのは原則として同種の高精素同士である。NP the d e n t and NP t t e a c h e met A girl in the park, the student, VP went to the park and VP met, A girl, the student met, A girl, PB with long hair and PB with blue eyes. しかし、次のように、一見、高清楚でないものが、遠い接続できてしまう場合がある。HE enjoys, writing sentences and readings them.HE enjoys writing and C enjoys reading sentences.He enjoys but C hates writing sentences. 例1では、writing sentences と reading them がそれぞれ高精素だとみなせる。一方、例2と例3では、injoice writing sentences という動詞区が分断されているにもかかわらず、このテストには合格してしまう。そのため、このテストは信頼性が低いとされる。ただし、これは、 右枝接点繰り上げと呼ばれる、遠い接続と移動を合わせたような現象として、次のように説明できる。すなわち、深層構造では、全点接という共通要素が、アンドの前後の両接に含まれており、それが、表層構造では文末に抜き出されているという考え方である。RNR で抜き出せるのは構成素のみなので、遠い接続テストに不合格であるように見えても、 RNR が可能な要素であれば構成層だとみなすことができる。上の例のセンテンセスは、詞句だが、同様に、同句を RNR で抜き出すことも可能である。同じ単語が同じ順番で並んでいる文でも、その構造の違いにより、二通り以上の解釈が成り立つ場合がある。例えば、ゼイキルド・ザ・マン・ウィズ・エーガンという文は曖昧で、次の二通りに解釈できる。 ゼイキルド、they killed NP ザマン、p p ウィズ・エーガン。ゼイキルド、NP ザマン、p p ウィズ・エーガン。この場合、返答文での省略によって、それぞれの解釈の構成層を示すことができる。ハウリドゼイキルザマン、Wiz、エーガン。フーリドゼイキルザマン、Wiz、エーガン。なお、両方の意味を兼ね備えた、次のような文も可能である。理論の違いにより、 何を構成素とするかが異なる。区構造文法では、区としてまとまったもののみでなく、それを構成する内部の区、さらにそれを構成する一つ一つの語も構成素だと、される。一方、依存文法では、このまとまりは構成素として認めているが、主要部などの語は構成素とはみなされない。以下は、ゼイキルド・ザ・マン・ウィズ・エーガンのツリーズである。左側が、 区構造文法、右側が依存文法の解釈による。区構造文法ツリーでは、キルドやウィズなどがカイツリーを構成しており、つまり構成素だとみなされているが、依存文法ツリーではそうではない。ありがとうございます。